それでは日本代表選手団メダリスト記者会見を始めさせていただきます。登壇しているメダリストをご紹介いたします。レスリング競技フリースタイル65キログラム級男子金メダリスト乙黒拓斗選手です。同じくフリースタイル50キログラム級女子金メダリスト須崎優衣選手です。それでは両選手からメダルを獲得し一夜明けた感想をお願いいたします。乙黒選手からお願いいたします。金メダルを取れて、一晩経って夢が実現できたんだなと少しずつ実感しています。で今は金メダルが手元にあることがまだ不思議な気持ちで、少し夢のような気持ちです。ありがとうございました。続きまして須崎選手お願いいたします。はい、本当に一夜明けて、ずっと8年間目指してきた東京オリンピックでの金メダルを獲得することができたんだっていう実感が少しずつ湧いてきました。ありがとうございました。それでは質疑応答に移らせていただきます。質問の際はこちらから指名させていただきますので、ご所属お名前どなたへの質問かを明らかにされた上でご質問をお願いします。またオンラインでご参加の方はチャットから選手団会見用登録 ID 番号、ご所属お名前を記入の上質問を送信ください。それではご質問のある方挙手をお願いいたします。いかがでしょうか。真ん中の列に右、メガネの先生の方お願いします。 NHK の清水と申します。お二人ともおめでとうございます。まず須崎選手にお伺いしたいんですけれども、旗手として開会式で先頭を切って行進されましたけれども、そうやって旗手としていろんなことを伝えたいというふうにもおっしゃっていました。金メダルを獲得して今そういう役割っていうのは果たせたと思いますが、どういうことを伝えられたというふうに思いますか。はい、そうですね、今の私にできることは本当に東京オリンピックを開催していただけたことに感謝することと、私が勇気を持って、自分から攻めるレスリングをして金メダルを獲得することによって少しでも多くの方々に勇気とか感動をお届けできるように頑張ろうって思っていたので、もし誰かの活力とか頑張る源になれたら嬉しいなって思います。わかりました。もう1点伺わせてください。お二人に聞きたいんですけれども、今須崎さんがおっしゃったようにこういうコロナの中での五輪っていうすごく特殊な状況で初出場のお二人は戦ったと思うんですけれども、こういう中で獲得した金メダル、どういう意味があるとそれぞれ思われますか。では須崎選手からお願いします。はい、はい、本当にこの特別なオリンピックの中でこうやって開催するのにも大変だったと思うんですけれども、こうやって開催していただけて、そして金メダルを獲得することができて、本当にたくさんの方々のご協力とご理解のおかげでこうやって自分の夢を叶えることができたので本当に感謝しています。ありがとうございます。それでは乙黒選手お願いいたします。コロナ禍の中で開催させていただいて、複雑な気持ちはあるんですけども、一選手としては出るからには自分の全力を出すというつもりで挑みました。その結果は金メダルを取れてすごく嬉しいです。ありがとうございます。よろしいですか。ありがとうございました。他にご質問いかがでしょうか。会場からないようでしたらチャットの質問お願いします。日本放送遠藤さん、一問ずつお願いできますでしょうか。はい、日本放送の遠藤と申します。おはようございます。よろしくお願いします。まずおめでとうございました。まず須崎選手なんですが、10歳の頃に書かれた手紙にですね、オリンピックに行けるようお願いしますといった一文がありましたけれども、実際にオリンピックで金メダルという
という夢を叶えた須崎さんが、あの頃10歳の時の自分に声をかけるとするならば、どういったことをお伝えしたいですか。まずお願いします。はい、10歳の頃の自分に今声をかけられるとしたら、夢が叶ったよって声をかけてあげたいなって思います。ありがとうございます。はい、男の選手もですね、小学6年生の卒業文集の際にですね、お父さん、お母さん、おばあちゃんを僕が出るオリンピックに連れてってあげたいというふうに書かれていました。で、まさに本当に10年後にですね、お兄さんと共に夢の舞台へ連れて行ってあげたわけですけれども、小学校6年生当時のお父さん自身にですね、声をかけるとするならば、どういったことを声をかけたいですか。しっかり連れてって、観客には入れなかったんですけど、しっかり金メダル取れたよと伝えたいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは他にご質問いかがでしょうか。法チームの渡辺と申します。改めて金メダル獲得おめでとうございます。昨日試合が終わったばかりなので大変恐縮なんですけれども、今後に向けての思いでしたり、またこうパリでもう一度という思いがありましたら、ぜひお聞かせください。では乙黒選手からお願いいたします。3年後にパリオリンピックがあるんで、今目指すかはどうかは分かんないんですけど、東京オリンピックをメインにして考えて、そこの大会が一つ終わり、この後一回休んで今後少しずつ前に進めたらいいなと考えています。ありがとうございます。佐々木選手お願いします。はい、私も本当に東京オリンピックに全てをかけて照準合わせてやってきたので、そうですね、とりあえず一回休憩して、でも今回東京で金メダルを取れた瞬間に、もっともっと強くなって、さらなる高みを目指したいって思ったので、一回体を休めてからまた次の目標に向かって頑張っていきたいなって思います。ありがとうございます。これから少しこう休みも取られるかと思うんですけれども、一番こう何がしたいですか。乙黒選手からお願いいたします。海が綺麗なところに行って、ゆったりと空を眺めて一日を過ごすようなゆったりとした日を、時間を過ごしたいなと思っています。ありがとうございます。佐々木選手お願いします。はい、私も、そうですね、ちょっと何も考えないでいいようなゆっくりした一日を過ごしたり、おいしいものを食べたりして、はい、体を休めたいなって思います。ありがとうございます。ありがとうございました。他にご質問いかがでしょうか。それではチャットの質問を代読させていただきます。スポーツライター小林さんからのご質問です。お二人とも早くから期待されながら代表争いが厳しかった、そのことは自分を強くされましたかというご質問です。乙黒選手からお願いいたします。日本の65キロフリースタイル65キロ級はすごく層も厚くレベルが高いので、もう日本のその戦いを勝ちに行ったことを誇りに思い、世界で自信を持って戦いました。ありがとうございます。佐々木選手お願いします。はい、本当に私にとって東京オリンピックという存在が私自身を強くさせてくれたなって思います。本当に国内の代表争いも厳しい戦いだったんですけど、その東京オリンピックという目標があったからこそどんな試練も乗り越えてこれたし、本当に東京オリンピックという存在が自分自身を成長させてくれて強くさせてくれたと思っています。ありがとうございます。他にご質問いかがでしょうか。特にございません。
日本テレビ野口と申します。よろしくお願いします。おめでとうございます。一夜明けて、どれぐらいの、メールだったり LINE だったり反響はどのぐらいあったんでしょうか。方お願いします。乙黒選手からお願いいたします。すごくたくさんの連絡、LINE だったり SNS なんで、たくさん祝福のメッセージをいただきました。数は具体的には覚えてはないので、ただ驚くほど多かったです。ありがとうございます。佐々木選手お願いします。はい、私も本当にたくさんの方にメッセージをいただいて、まだ全員には返せてないんですけど、一つ一つ読ませてもらって、しっかり感謝の気持ちを込めて返させてもらいたいなと思っています。ありがとうございました。それではチャットからの質問で、読売新聞松本さん、お願いできますでしょうか。読売新聞の松本と言います。よろしくお願いします。両選手に質問があります。須崎選手は松戸のレスリングクラブ、乙黒選手は山梨学院大で今まで、鍛えてこられてきたと思います。金メダルを取った今、どういった練習の積み重ねや、教えが今の支えとなっていると感じていますか。お伺いできますでしょうか。ありがとうございます。乙黒選手からお願いします。どういった練習ですか。どういった練習が金メダルの獲得につながったか。自分の場合は自分の弱点が具体的に出てたので、そこをコーチと話し合い、そこを反復して何度も何度も体に染み込むまで強化 しました。ありがとうございます。佐々木選手お願いします。はい、自分は、ちびっ子の時は松戸レスリングでやっていて、その時からタックルで攻めるレスリングを基礎に教えてもらっていたので、それがもうずっと小さい頃から体に身について、攻めるレスリングが今の私の武器となっていて、小さい頃からの教えが本当に今の自分の基礎となっています。ありがとうございます。松本さん、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他にご質問ございますでしょうか。よろしいですか。それでは、以上で記者会見質疑応答を終了させていただきます。乙黒選手、佐々木選手の今後ますますのご活躍を記念いたします。